おはようございます。撮っても大丈夫ですか？ありがとうございます。お、純正色かな。懐かしい。そうだったの？俺たち。あ、違うんだ。あ、これってエンジンルームって見せてもらえるんですか？見せられない。オーバーフォローして焼けちゃったんですよ。あ、そうなんですか。いやこれはエンジン L ノーマルの2リッター。あ、焼けちゃったから。焼けちゃったのみたい。こっち裏から全部巻き込む。あ、ボンネットは。あ、そうなんですか。これいつ頃手に入れたやつですか？あ、でもまだそんな。じゃあもう結構お高い。まあ今よりはまあ安いだろうけど。全然どんな。あ、そうなんですか。ずっと持っちゃって。え、じゃあサビだらけですか？だから全部。え、そうなんですか。全部バラけ、全部。え、じゃあ仕上げるのに何年もかかったパターンですか？1年。あ、1年。 お店でご自分で、うん、板金屋で。あ、板金屋で。へえ。じゃあ色も塗り直して。あれ純正色なんですか？あ、違うんだ。5、6年前のフラのパールホイールは。ああ、あ、そういうこと。へえ。パールなんだ。ああ、いるね、うん、なんかレストアしてたって言ってたね。うん、結構時間かかったんじゃない？だから時間的に。どれ。おー、どうした。え、嘘、どこにいるの。あ、どこ。白。じゃ、バイクじゃねえ多分ね。どこ。あ、すれ違ったんだ。え、じゃ、向こう行っちゃったって。今だったらね、すれ違いじゃん。じゃあ残念、ここにいねえってことか。もうすでに戻そう。今ドライブインにいるから。俺しか気づかなかったかもしんねえな。ああ、うん、そうだね。俺は気づいてねえ、多分俺の車。うん、そうなんだ。おはようございます。おはようございます。
ジ戻ってくるって。あ、携帯見ながら走ってんだ。じゃあ車かな。じゃあ、え、あ、なるほど、その手もあるか。